市場駅東口駅舎市場駅は、兵庫県小野市木田町寺屋田にある、西日本旅客鉄道加古川線の駅である。相対式2面2線のホームを持ち、列車交換可能な地上駅になっている。2004年12月16日までは、単式1面1線だったが、電化開始に合わせて交換設備を新設した。駅舎は建て替えられ、コミュニティホール、 ブラリキビダを併設している。駅は東口と西口の2箇所設置されておりどちらもほぼ同じ造り。加古川駅管理の無人駅であり、自動券売機が西口駅車内と上りホーム上に設置されている。東口と西口とは線路の上を屋根の四股線橋がつないでいる。木造の駅内には町民の触れ合い、憩いの場として冷暖房を備えたホールがあり。 町民の手によって季節に応じた装飾が施されている。クリスマス時にはツリーをかたどったイルミネーションがされる。小野市のコミュニティバス、ランラン、バスが東口ロータリーには乗り入れている。駅名となっている市場町は加古川の対岸にあり、駅が所在しているのは木び田町である。加古川上流浄化センター、2004年3月に町内でオープンした。 白雲国温泉湯ピカの最寄り駅。ホーム上には乗り場番号の表記はないが、駅舎内掲示の時刻表にて、上記の番号で案内されている。ちなみに運転指令上の番線もこれに一致する。1番線は両方向の入線、発車に対応しているが、2番線は加古川方面の1方向のみの対応である。 配線上では一番線が直線になっているが、運転取扱い上では、上りと下りの本線は分けられている。上下とも毎時一本の運行。神戸電鉄の市場駅とは、過去側を挟んで約2キロメートル離れている。兵庫県統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は196人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。 加古川方の隣駅、薬人駅とは4 1トルあり、加古川線で最も駅間が長い。ありがとうございます。